アンケートをちょっと見ていく回ということで、えー、アンケート結果を見ていこうと思います。それよりちょっとびっくりしたのが、これ1000票とか500票とか入ってるから、うちの登録者って200ちょっとでしょ。ということは、これ登録してなくても、このコミュニティのアンケートって参加できるんだと思って、ちょっとびっくりしましたと。で、相変わらず伊藤博樹くんの人気が絶望的で、ちょっとね、草が生えるというか、笑っちゃうというか <laughs>、伊藤博樹くん、頑張ってくださいっていう。 で相変わらずのね、えー、人気っぷりっったやっぱ森保の方で、まあターンオーバーなんてなめプせずに最初から三笘くんとか出して勝ちに行けばよかったんじゃないんですかって思わなくもないんだけどね。まあでも試合展開とか、あとピッチの,あの選び方、うん。日差しがね、後半相手に照らすようにしてあったから、まあだから後半勝負なんだろうなって俺は思ったんだけど、まあ最初から全力で行った方がよかったんじゃないんですかっていう。 うん、まあそれはそれとして、えー、伊藤博樹君本当にみんなムカついてたんでしょうねって <laughs> この結果は <laughs> まあそうだよね三笘君ね三笘君みんな大好きだもんねうんその後のアンケート結果出ても三笘君がみんな好きすぎてどうなってんのってぐらい。 あと、他に先般って言ったら、鎌田とか入れる人いるんだ。うん。上田綾瀬なんかあれ犠牲者みたいなもんだからね。本当に巻き込まれ事故みたいな。えー、全然使われてなくてね。どう絡んでいいかわかんなくて、周りが。で、いきなり使ってみたら、みたいな感じ。うん。鎌田大地も、えー、どうやって攻めるんだろうって感じになってたから、まあね、俺は下がれって思ってたのよ。うん。下がって、スペースを作って、 またあのね、チクタクチクタクずっとボールを回して相手のギャップを作ることやればいいのになんで前線に張ってんだろうって、まあ疲れてたんだろうねって。で、吉田麻也はもうちょっとそろそろ代表で見たくないかなっていう人も多分いると思う。でも、それよりも何よりも、この伊藤洋輝くんと森保一がみんな嫌いなんですねって <laughs>。笑っちゃう <laughs>。で、次スペイン戦の予想は まあこの勝利で文句なく突破っていうのは多分願望だろうね。で、引き分けでグループリーグ突破っていうのはこれコスタリカが勝たなきゃいけないんじゃないのか。引き分けか。引き分けでもいいのか。それだったらまあ可能性はあるんだろうけど、うん。引き分けだったらあれ負けてもいいんじゃねよく考えたら。そうだよね。コスタリカ、ドイツが引き分けてくれたら負けてもいいんだから、意外とね、 意外と可能性はなくはないんだよねっていう。で、このもう応援したくないって人が <laughs> 7%もいる <laughs>。俺これ冗談で入れたんだけど、入れる人いたんだとか思ってね。でほとんどの人が諦めてるんだけど、でも、あのスペインに、あのコスタリカがとドイツが引き分ける、またドイツが、んでもコスタリカは勝ったらあかんね。うん。まあそんな感じでね。 え意外とね、まだグループリーグ突破する目はあるんで、絶望することはないと思いますっていう。はい、次、三苫くん特集。えー、世界のドリブラーの可能性もある。世界一のね。マジで三苫くん、そのレベルに到達してんじゃないのかなっていう。えな、ー、んでかっつったらね、俺ね、フィーゴのね、ドリブルを思い出すんだよ。三苫くんのドリブルは。 あのフィーゴってね、あんまり足が速くないんだけど、相手の重心を見て、で、相手が絶対追いつけないようなとこにこう、行くみたいな、うん、あの後差しじゃんけんをする、で、さらに三笘君はそれに加速力とかスピードがあるから、ひょっとしたらこれ、ルイス・フィギューゴ以上のドリブルはなんじゃないかなーとか思ってね、で、まあ、あの好きな選手誰ですかって言われてね、やっぱ、デュエル・キング、遠藤、鎌田大地。 えー、板倉公、まあ、はちょっと地味だから人気がないのかな俺は日本代表でね三笘君の次に好きなのが板倉なんだよねあ南野がいた。 うん、南の俺大好きでね幸運の置物って呼んでんだけど <laughs>、うん、とりあえず置いとけばあの点取ってくるからあいつよくわかんねえんだけどまああいつね周りの選手が良くなれば良くなるほど、うん、まあ得点に絡んでくるからよくわかんないやつだよねっていうまあ一番分かりやすいたと要すればフィリッポ・インザギとかあの辺りと似たようなタイプなんじゃないのかなっていう。で ここにね、えー、渡辺裕太って入れたら入れてる人がいるんだよね、7%も。これ NBA の選手なんだけど、KD、うん。 ベンシモっていうねあの正確に難がある2人をニッコニコンさせた渡辺裕太が今ちょっと NBA で注目されてるんだけどまあそこに入れる人いたんだとか言ってね、えー、でまあ三笘君の次の移籍先予想はどこですかってやっぱリバープール強いねリバープール左ウイング空いてるからね俺はね左ウイング空いてるっつったらバルセロナだと思ってて あの、シャビの、あの何、何今、放り込みばっかりやってるでしょボールを持って、困って放り込み、レワンドスキーに放り込み。で、あれをするぐらいだったら、三笘くん取って左サイドからカットインさせたら、それでチャンスができて、レワンドスキーがこぼれ球を押し込む、ガビが押し込む、とかいう展開が予想できるから、俺、バルセロナが一番いいんじゃねえのかなとか思ってて、ね、他にもね、ペップの君と受けるべく、シティ。 うん、あとは、バイエルンなんかも若干ポジション空いてるような気がするから、まあその辺かなと。で、行ってほしくないチームは、まずチェルシー。これは絶対行ってほしくない。なぜかっつったら、あの、三笘君ん欲してたポッターがいたから。うん。で、ポッターがいて、今チェルシーあんま勝ってないでしょ。ということは、これポッ はひょっっととしてやばいんじゃねってことでまあ、チェルシーは今ゴタゴタしてるから行かないほうがいいで10年間ゴタゴタしている才能の墓場のマンチェスターユナイテッドも行かない方がいい昔ダメポ3兄弟っていうのがいてインテルリバプールバルセロナって言われててね金を使っても金を使ってもなんかいまいち勝てないからダメポ3兄弟って言われてたんだけど今これもマンチェスターユナイテッドの1人勝ちだよねっていうあとはね ありなのがニューカスルここだったらね試合に出れないなんてこと絶対ないからまあ3マキシマンとかのポジションかぶるんだけどでも三笘君だったらトップ下やってもいいわけでね2トップの一角とかまあ関係ないからねあの人もうドリブル感謝ん右ウィングやってもいいんじゃねとか思うわけでだから右ウィングやってもいいんじゃねだったらレアル・マドリッドでもいいんじゃねって話になって。 まあ、でも、三笘君のあの左足、右足を生かすべくは、やっぱ左ウィングはいいのかなっていう。うん。まあ、俺としてはレアル・マドリッドに来てほしいなって内心ちょっと思ってるんだけど、まあ、バルサーが一番いいんじゃないのかなっていうね。リバープールがね、今ゴタゴタしてるから行かない方がいいと思うね。うん、クロップが7年目のジンクスっていうのがあって、 これがモーリーノの3年目のジンクスと一緒でね、だいたいこの辺りで金属疲労が起こって、で、ついてこなくなるっていう、シメオネもそれ起こってるからね、アトレティコなんてもう行かない方がいいよねっていうことで、まあ、三笘君の移籍先ね、え話題になるんじゃないですかね。あと、イタクラがあれでしょユベントス目つけてんでしょ、今。うん、ユベントスなんか行かない方がいいけどねっていう、あんなチーム。うん、俺ユベントス大っ嫌いだから、行くんだったら、ミラン。 かインテルインテルだったら大事にしてくれるからね。ミランもまあ、あそこクラブの施設が世界最高峰でしょ。イタリアはね、俺俺がサッカー選手だったらね、ナポリかローマかラツィオ、ラツィオだな,な。ナポリとローマってね、ちょっとサポーターが怖いから。うんだから、ラツィオでのんびりとおいしない料理とあったかい気候。 で、これね、なんでロンドンとか行きたがらないのかっていう一部の選手ね、ナポリとかラツィオとかローマに居着いちゃう選手が出てくるのかって言ったらね、えっ、ー、と、イタリアのあの辺りって日本でいうとこの沖縄ぐらいなのかな、気候はで、井戸が、うん。で、ロンドンっつったらね、北海道っていうか、北方領土の辺りだから、そりゃ、南米の選手とか行きたくないだろうなっていうお金に関することがない限りっていう。ということで、まあ、三笘君の移籍先、どこになるんですかねっていう。 で、最後、好きなリーグはどこですかって聞いたらやっぱプレミアリーグは強いよね。うん。むしろ俺これセリアに入れた人の気持ちがちょっとよくわかんないなっていう。うーん。ラリーがもうちょっと伸びてもいい気がするんだけどね。俺ラリーガのね、あの、ポジショナルプレーうん。まあパスポンポン繋ぎながら、あの、テキかっていうのをやっていくの。俺見てるだけで楽しいから。というかまあ、ペドリー見てるだけで楽しい。うん。 だからもうちょっと伸びてもいいかなーとか思ったんだけど、まあやっぱプレミアかな俺も見るのプレミアばっかだしね、基本的にはっていう。で、好きなサッカー漫画何ですかって聞いたら、やっぱ青足とブルーロックとキャプツバが強いよねっていう。 で、俺、正直な話、キャプテン翼、まだ見てるんですかって内心ちょっと思ってんだけど、もう今これ、逆でしょ、完全に。で、青足はね、面白くなったり、面白くなくなったりして、ね、30巻は面白かった。28から30巻は。あとね、序盤戦もちょっと面白かったんだけど、途中かなり下ってて、まあ、これどうなるんだろうと思ってね、もうか漫画買うだけ買って放置してたんだけど、 うん、まあ最近面白くなってきてでまた面白くなくなってきてみたいな展開かなっていうブルーロックはねもうなんか何やってるかよく分かんない正直うん同じことの繰り返しでなんか画面も映えないしまあ絵が上手くて美少年が揃ってるから好きな人いるんだろうなっていうで何気にねこの辺俺たちのフィールドってあるでしょうこれね日本が弱かった頃のそのサッカーの周辺 を描いてるから意外とね、歴史的な作品の一つなんだけど、まあ人気ないのかなというか、まあ知らないんだろうね、俺たちのフィールド。これ面白いから読んでみてくださいと。あと最近ね、新連載のカテナチオっていう漫画あるんだけど、これ結構面白くなるんじゃねとか思ってて、う。ん いやーこの漫画ね、意外と俺はありだと思うんだよね。うん、要するにリアリストの主人公が、あのー、プロになるべく徹底的にリアリスティックにやったらイタリア人の,あのスカウトに目を止まっちゃったっていうね。しかもセンターバックやらされるっていう、あのー、トップ下の選手が。で 後のサッカー漫画って言ったら、ホイッスル、シュート、ジェイドリーム、ファンタジスタ、この辺りが有名なのかなうん。ジェイドリームなんか、なんか戦術よくわかってないまま書いてるんじゃねとか思いながら読んでて、まあ、これに関してはキャプツバとか俺たちのフィールドも戦術怪しいんだけどねっていう。で、戦術面をほとんど描いてないのがホイッスルとかシュートとかオレンジなのかなで、戦術で、えー、やりすぎて、いまいちちょっと面白さ損ねたなっていうのがファンタジスタ。 ファンタジスタかなで、フットボールネーションはなんかちょっとよくわかんないんだけど、まあいいやって感じで。で、意外と面白いのがね、このアンダー3 1と11分の1。これ確か映画になったはず、こっちは。で、こっちのアンダー3 1はジャイアントキリングの原作者ではなかったかな。うん。だから <laughs>、 だから興味ある人は読んでみてくださいと。あと、ブクロキックスね。これ、えっと、目が見えない人のサッカー描いてて、今、日本三国っていう漫画を描いてる人が、確かデビュー作家のんかり描いた漫画かな。で、これ、アマゾンとかで紙の本を探してもないから、だからまあ、Kindle で読むしかないんだけど、俺買って読んだんだけど、意外と面白くてね。まあ、あと、ちょっとこれ言っていいのかなっていう感じなんだけど、ブラインドサッカーか。ブラインドサッカーちょっと滑稽なんだよね、見てて。 で、それをね、大真面目に描いてるから、ある意味ね、すごいシュールなギャグとして、俺は、まあ見てて面白いかなっていう。で、最後、サッカーでバズる前にこれやってたアンケートなんだけど、3票しか入ってないんだけど、あの、好きな AV 女優は誰ですかってね、あのー、下ネタでバーンされたのに懲りずに、えー、下ネタを繰り返す俺、しかも全員死んでるから、まあ <laughs>、まあ <laughs>、 やっていいのかなこんなアンケートみたいなのはね、うん。ということで、えー、今回はちょっとアンケートに関してコメントしてみましたとじゃあ失礼します。いつもアンケートありがとうございます。